ドライバー基本レッスンステップ2に入ります。ステップ2では腰のラインから肩のラインまでの動きをしっかりと見ていきます。腰の高さから肩の高さまでのバックスイングの動き、このラインも意外にバラバラになってスイングしている方が多いです。バックスイングした時にここのラインからこのようにする動きが正しい動きなんですけども、 NG な動きとしては手首を使いすぎてインサイドに振ってしまう、また体が回らずに手だけで上げてしまう、このような形になってしまうとスイングプレーンから外れてしまいます。綺麗なスイングは作れません。なのでまず腰の位置からこの肩の高さをしっかりと覚えていただきます。肩の高さでチェックしていただきたいポイントはシャフトのライン、シャフトのこのラインをしっかりと注意するようにしてください。また左腕の伸び、右肘の角度というところもチェックしていきます。それでは見ていきます。ステップ1でここまで、グリップエンドはおへそを刺すというお話をさせていただきました。自然に体を回してくるとフェイス面はこの角度になっていきます。前傾角から真正面を向く形が正しい形になります。ここから上体を捻転してバックスイングを作っていきます。この時に左手の甲は少し上を向いている形、右の手が少し下から支える形になってきます。 NG な動きは右肘、絶対に高くしないようにしてください。右肘の向きは下を向いたままバックスイングを作るという意識を持って、この動きを作っていきます。それでは流れで見ていきます。この動きが正しい動きになります。それでは正面から見ていきます。左腕は伸ばしたまま、このまま捻転していくだけです。左肩を、少しぐーっと回していく形でこのトップが出来上がります。ここで一つ意識してほしいポイントは、左手の小指を自分の体から少し離していくようなイメージで、肩の方に肩の前まで持っていく意識をすると綺麗なと、綺麗なスイングプレーンが作れます。この左手の小指が自分の体の近くになってくると、このように小さいトップになってしまいますので、まずこのトップの途中段階ですねは小指を少し遠くに、一番遠くに持っていく、このようにすることでこの手首の動きというのも自然に作られるようになってきます。このようにしている状態で、このような形ですと体から小指が一番遠くのポジションにいません。体から一番遠くのポジションは親指になってしまいますので、この小指を体から遠くに持っていく、一番遠くに持っていく、このような形です。肩までのバックスイングを作るときに大切なポイントが2つあります。まずはシャフトライン、シャフトラインがボールの後方を向いてくるように、トップを作るということ、肩までのトップを作るということ、腰からのラインで小指の動作を一番遠くに持っていくということ、この2つをしっかりと押さえて練習をするようにしてください。続いては、フォロースルーを見ていきます。ここまで振っている形から、さらに捻転を加えてフォローが振られていきます。ここから気をつけないといけないのは、手が高い位置に絶対に来ないようにしてください。ヘッドと手の関係を見てください。ヘッドが下にいる状態ですと左肘が抜けてヘッドの加速を抑えてしまいます。ここから腰のラインでヘッドが先に高い位置に振られていく動きが正しい動きになります。ここで手が強い方はこのようになってしまいます。このような動きになってしまうとヘッドスピードは減速します。なので腰のラインから肩のラインのところ、これは左右対称の形になりますけども、気をつけないといけないのは手よりもヘッドが高い位置にいる、少し高い位置にいる、これを意識して練習をするようにしてください。バックスイング、肩の位置、左右対称です。左腕が伸びてます。右手は少し曲がります。フォローで右手が伸びます。左肘は少し曲がってくる形、この形を作れるように練習をしてください。このスイングで一度打ってみたいと思います。はい、このような形で
しっかりと打てるようになるまで練習をしてください。この、肩から肩までのスイングは100球ほど練習をしてください。ここは非常に重要なポイントになりますので、しっかりと押さえて次のステップに進んでください。以上で終わります。